コネリ、ジャッシー、グミ、堀、アイム選手が入場でございます。さあ、いよいよ今日のメインイベント60分3本勝負タッグマッチ、まず選手の紹介であります。1981年大きく飛躍するでありましょう。横田凛美選手がまず紹介されました。そしてジャッキー佐藤であります。ガウンの後ろには虎の縫い取りがあります。青コーナーからまず堀愛美選手スーパージャンボ、そしてナンシー久美選手であります。B グループのリーダーとして最近は大きな自覚を持ってまいりました。ナンシー久美が紹介されております。ナンシー久美と堀愛美は2月25日に、3AA のタッグのチャンピオンベルトにね、やるわけですね、はい、します。デビル正美選手と真美熊野選手ですか、はいはい、まあ、現在クイーンになってますんでね、はい、果たして新チャンピオンになれるかどうかであります。それ以上にですね、はい、ジャッキー佐藤と横田組、今日はコンビを組んでおりますが、2月25日には 3AA のチャンピオンベルトをかけて対戦するわけですね、はい、まさに戦国時代を迎えようとしております全国女子プロレスであります。そういったので今日のこのタッグはですね、はい、ダイナミックジャガーのリーダー2人とですね、フェルフェリックスのリーダー2人の団体戦なんですよね。対抗戦という意味がありますからね、はい、小野さんね、はい、今堀愛美選手とやってます、体の小さい横田凛美選手なんですがね、はいはい、この横田凛美選手がですね、はい、まあ、去年から今年にかけてのもう最大の目玉なんですね。そうですね、はい、僕も1回か2回ぐらいテレビで見たことあるんですけどね、はい、本当に写真で見るのより体小さいですね。そうなんですよ。でもなかなかやりますね、はい、この堀選手っていうのはまだ若いんでしょ。あ、堀選手っていうのはまだ若いんですよ。若いんです、新人です。体格がいいですね。いいですよ、なんかジャッキーを横に一回り大きくしたっていう感じでしょ。そうです、そうですね、これから技つけてくると強くなりそうですね、はい、一旦はですね、3AA のタッグのチャンピオンベルトをね、お腹に巻いた経験もあるんですよね、昨年最終戦で実績がありますからね、はい、まあ、横田凛美選手の返上ということもありましてね、はい、現在は無冠でありますが、当然そう勝利チャンピオンベルトを負けるだけの器であります。さて今度はナンシーとジャッキーが対戦しております。ああ、ジャッキーを放り投げるような感じでね、さすがに怪力の持ち主ナンシー君であります。ナンシーの怪力の前にはジャッキーもねちょっとタジタジであります。さあ、しかしさっと反撃に転じましたジャッキー。最近のジャッキーは佐藤千乃レポーターどういうふうに見てますか、はい、ジャッキー佐藤選手も、はい、体調は十分ですね、やはり走り込んでいて、はい、でずっとトレーニング続けていましたから休まずに、今体調は十分だと思います。そうですか。しかし今日は堀歩美選手と初対戦なんですよね。あれ組んだことはあったんですけども、はいはい、対戦するのは初めてなんですね。試合をしたことはなかったんですかね。そうなんです。ジャッキー佐藤選手が言ってたんですけども、はい、相手に重量があるんで、上背もありますよね、はいはい、だからそれだけに大技を受ける恐れがあるから怖いって言ってますね。あ、そうですか。特に振り子落としだけは怖いっていうことですね。なるほどね。はい、しかし一方の堀愛美選手としては相当に入れ込んでるんじゃないですか。もう3日前からね、どうしようどうしようの連発で、ね、ため息ばっかりついてます、はい、やはり、はい、対戦するようになった場合は新人選手にとっては嬉しいと同時に、一応
プレッシャーを受けるでしょうね。あのやはり震えるもんですね、はい、男の選手でもそういうことをよく言いますね。あ、そうですか。もう上がるだけでね、あのリング上がる前は何だと思うらしいんですけどね、上がってしまうと相手が大きく見えて仕方がないというふうなことを言いますね。なるほどね、一歩一歩成長していくわけでしょう。さあ、しかしここまで堀あゆみ選手なかなか初ロスとした動きを見せております。今ナンシーに立っております。ナンシーとそして横田りみ選手の対戦になっております。まあ、あの挑戦がありましたね、あの時に比較にもナンシーは横田に負けてますからね。今度はいつかね、お返しをしなくては先輩としてもあのすいませんよね。そういうことなんですね、ですから、まあ、もうこの試合のハグビーずっと見てましてもね、はい、もう両チームとも気合が入ってるんですよね、これが女子プロレスだっていう感じもしますね、今までの流れは。はい、いい試合を展開して、今ナンシーからスーパージャンボ堀あゆみ選手にタッチであります。そういえば堀あゆみ選手とそれからミミ萩原選手はこの試合が終わりますとね、佐藤千乃レポーターね、アメリカへいよいよ映画の出演で行くんですね。はい、夏あたりには日本でも風紀になる予定ですって。あ、そうなんですか。私はよく知らないんですけど、はい、楽しみですかね。どんな風ですか、ね。はい、映画に出るんですか。そうなんですって。ピーター・ホークとね、共演するらしいですよ。はい、劇場映画に出るらしいんです。あ、ですからもうあの映画の中でこういう試合の場面なんかきっと何かあるんだと思いますよ。なんか格闘技の用意されてそうですね。なんか耳萩原選手にはセリフもある予定だったんですね。彼女の場合は英語喋れますもんね。はい、この堀選手っていうのはね、なんとなくあの女子プロレスに向いてるような顔してると思いませんか。なんとなくね、女のね、運動選手っていうのはね、あんまり美しい顔で目がパッチリしたりなんかするのよりもこんな顔の方がいいんですね。あのね、本人気にしてるんですけど、ね、目のことは。いや、さん親切ですよ。僕はね、こういう顔の人っていうのはね、なんとなくね、バレーボールでもね、女子のバスケットでもね、強くなるんじゃないかって気がしますね。そういえばあのジャッキーだってそんなにね目がパッチリしてませんし、ジャッキーとね同系統のね、はい、僕あの顔してると思うんですよ。北村もそうかな。そうですね、池下に至ってはね空いてるのかどうか分かりませんもんね。そうですね、アニメ好きが怖いわけですからね。いや、あの小野さんの見方がね当たってるあの女子プロレス一本になんか打ち込めるという感じがしてね、はい、なるほど、他のものを見ないでね、いいですね、はい、じゃあ3月はじゃあのフジテレビでの新人オーディションの時のその辺のところもあの、ねね、基準に入れて交差基準に入れてしっかり見ましょうよ、はい、あんまりほら美しい顔して綺麗だったりするとまた男に誘惑されたりするでしょ。そうかそうか、ね、いかにも小野さんらしい心配でございますけども、はい、あっなんだか鈍い音がしますね。ああいったあの音がしますとね、なんとなくあのハッといたします。がっちりとヘッドシャーズが入っております。なんとかこれから逃れようという堀あゆみ選手であります。ジャッキーのヘッドスターズ、力対力であります。しかも今度は両手をね、はい、ああいう風な、形にしますと堀あゆみ選手としても苦しいでしょう。あ、今わずかに、顔が見えてまいりました。真っ赤に好調しております。さあカウントも入りました。堀あゆみ選手とジャッキーは初めての対戦だそうであります。アトミックドロップカウント2であります。うん、思わず悲鳴を上げております堀あゆみ選手。まあ、やはりその辺がさすがに貫禄ですね。そういうことですね、あの相手にレスリングやらしませんからね。今60分3本勝負8分が経過いたしました。1本目、そして今うまい感じでね、本当にうまいタイミングで横田あゆみ選手にタッチがあります。さあ横田の速い動きが出るかどうか、髪の毛を掴んでロープに引った。さあ横田のラッシュであります。横田ラッシュ、そして今度はナンシーが出てまいりましたが、ナンシーはさすが先輩、横田ちょっと暴れすぎました。ナンシーが冷静に相手を見ておりました。そう投げております。ナンシーの入り、今度はジャッキーを捕まえました。とにかく一番力がありますナンシーであります。攻撃レッグブリーカーに行きました。そして今度は抱え上げてボディスラムであります。何しもあの思いっか攻撃ができるようになればやはり怪力があるだけに怖い選手ですよね。あーっと、しかし本攻撃、今度はジャッキー一転して攻勢であります。どうするか、ジャッキーお返し、ジャッキーネックブリーカーのお返して今度はバックを取った。どうしますか、このまま落としました。
さすがに貫禄ジャッキー。今度は横田凛美選手が出てまいりました。横田はどういたしますか。あれは何と言うんですかね、やはりフライングヒップドロップって感じですね。ドロップですか、矢野女性選手よく出しますけどもねえ、顔の上におけつでね。そうなんですよ、本当に荒技であります。ハッとする技であります。あら、あれどうしました今、ねえ、あっとこれはチャンスだ。ナンシーが一人、今ゴリアン選手は場外に落ちてしまいました。さあここはちょっと危なくなりました。ジャッキーレンバスターの体勢に入った。そしてバックブリーカー、あっと横田が出ました。勝手に出ました。ジャッキー鮮やか一本、横田のコンビネーションプレーも鮮やかでした。本当にあの2人を戦わせるには何かもったいないというような感じもいたします。鮮やかなコンビネーションプレー。セカンドホール、セカンドウ、さあ2本目になりました。2本目鮮やかにまず1本を先取いたしました。ジャッキーと横田凛美であります。ナンシー堀歩美、どう返してまいりますか。60分3本勝負、力比べであります。あっとジャッキーが来ました。ジャッキーがまず仕掛けました。足がロープに掛かっております。レフリーがジミー香山、力比べになりますと、ご覧のようにね、ナンシーもジャッキーに負けておりません。グラウンドでの力比べでありました。完全にここで逆転いたしました。さっきなんか横田とですね、はい、ジャッキーの二人がかりにやられてますからね、シングでの力づけじゃありませんからね。そうですね。さあコーナーにまで持っていきましたが、今度は横田が出てまいりました。さあ横田とナンシーの対戦であります。まあ、誰と誰がやってもですね、この4人の場合は面白いですね。面白いですね。はい、それぞれに見どころがあります。背中を見せております横田。さあ今度は堀歩美が捕まえた。さあ2人攻撃であります。2人攻撃、そして堀歩美選手が入りました。この野郎という堀歩美選手であります。力がありますね。軽々と横田凛美選手を抱き上げました。トップロープから思い切って落としました。堀歩美選手の迫力ある攻撃であります。あの辺が大きいからできる技なんですね、はい、そして今度は巻き投げの体勢であります。足を取りました。なかなかうまくなりましたね。佐藤知能レポーターとはこの堀歩美選手大の仲良しなんですけどもね、最近の堀歩美選手はどうなんですか。もう今絶好調と言ってもいいですか。もう調子いいみたいですね。そうですか、だいぶ自信もつけてきましたし、はい、この頃練習熱心になってきましたね、以前に比べて、ね、はい、前はあまり練習が好きじゃなかったというよりも怪我が多かったんですね、そうでした。入ってすぐ怪我しましたからね、はいはいはい、で練習も思うようにできなかったんですけども、最近は怪我の方もあまりなくて、でだいぶ調子いいみたいですよ。なるほどね、去年の暮れでしたかね、フィリピンでね、はい、全日本女子プロレスオーディションを兼ねてエキビションマッチがありましたよね、はい、佐藤千乃選手はフィリピンに行ってましたけども、はい、確かあの時堀歩美選手はお腹を壊したりしませんでした。もう食べ過ぎでね、お腹壊しちゃって ね食べ過ぎだったんですか。そうです。よく食べるんでしょうね。しかしね、堀歩美選手は、ね、食べる方でしょ。ものすごい食べますね。そう、はい、佐藤千乃選手とどうなんですか。一緒にいるとね、2人とも食べるんですよね、はい、やっぱり1人で食べるよりも2人で食べた方が美味しいからって言って、はい、あれ食べる、これ食べるって言ってね、そのうちもだんだんこうテーブルの上にね、食べ物が山になっちゃうんですよ。あ、そうでしょうね、はい、さてその堀選手が今リングの中に登場いたしました。ナンシーからタッチであります。あーっとショルダーアタック、強烈に入りました。横田凛美選手、今度はボディースラム、そして上からいった、カウントが入りました。ワンであります。さあ横田凛美選手鮮やかに抜け出しました。この辺が横田凛美選手の素晴らしい運であります。そしてジャッキーが入ってまいりました。例によって素早いキャッチワークであります。ジャッキーの水平打ちから今ジャッキーキック炸裂、そして横田のバックを取って、あーっとバックドロップ、堀歩美ピンチであります。危ないですね。危ないですね。はい、かなりのもう粘りが出てきましたね。そうですね、よく我慢いたしまして、今場外に逃れました。ジャッキーも追っていった。堀歩美場外に転落であります。ジャッキーも追っていった。客席であります。あーっと堀歩美選手、横田凛美を捕まえて向こう側であります。さて
徹底的に堀歩美選手を痛めつけております。やられましたね。やはり、ね、場外戦ができるというのも一つ、はい、駆け引きですからね。そうですね、はい、今横田里美選手が上がってまいります。ジャッキーと横田里美選手が上がってまいりました。ナンシーと堀歩美選手は放送席の前であります。2人を待つジャッキー佐藤。まあ、このメンバーでね場外乱闘なんて考えられませんからね、はい、本当ですね。その裏をかぶってのはこのジャッキーの方もあのペースメーカーとしての怖さですね、はい、しかしジャッキーとエリアイン選手が対戦することは先ほど佐藤千葉レポーターをお伝えいたしましたが全く情け容赦がありませんね。ジャッキーもね徹底的にあの新人に対して、はい、むしろぶつかっていってますよね、はい、さあ足4の字がかかりました。怪力ナンシーの足4の字でありまして、これはすぐにジャッキーが出てまいりました。堀歩美選手も行った。堀も行った。あーっと、2人で行った。堀歩美選手、2人で行きました。さあ、足4の字がきちんとかかりました。ナンシーと堀、2人で足4の字であります。八の字ですね。これ反則ですもんね。はい、反則を取られました。レフリーは向こうの方ブレイクしますね。向こうの方ブレイクしますね。こちら側では今横田里美選手がロープに逃れております。しかしジミーからのレフリーは今まず堀歩美選手をコーナーに戻らせました。そして今度はこちら側ロープレイクであります。ロープレイクであります。しかしこの辺はなかなかうまかったナンシーと堀歩美選手。どうしたんですか、首に行ったんですか、肩砕きですね、肩砕きですか、はい、細かい技ですね。さあ今度はナンシーどう持っていきますか、対角線攻撃、あっとしかし三角ダイビングプレスであります。そして今度は人間風車、これも決まりました。そして堀歩美、うまい感じでタッチであります。動きが速くなってまいりました。フライングクロスショップ、さあ横田里美相手の動きをよく見ております。堀歩美選手、あーっと危ない、このまま決まるか、カウントは2でした。1本を先取されております。堀歩美選手ちょっと危ない、っとナッチが後ろにすっ飛んだ。そして横田里美選手も落ちました。これは不覚であります。ジャッキー不覚でした。ジャッキーが落ちた、場外乱闘、場外乱闘、ナンシーが行った、ジャッキーやられました。ナンシーがジャッキーを痛めつけております。いやー、ジャッキー不覚を取りました。ジャッキー不覚を取りました。リング上誰もおりません。リング上誰もおりません。ジャッキーが場外であります。あーっと、またジャッキー、いやいや、やられてますね。体育館の一番向こう側まで連れて行かれました。さあ今カウント15であります。ナンシーが入ってまいりました。17、ナンシーは上がっている。さあ18、横田里美上がれるか、上がれません。今ゴングが鳴りました。いやー、2本目ナンシー、そして堀歩美が取りました。場外カウンターを取られました。ジャッキーと今のは全く不覚ですよね。そうですね、はい、裏目に出たんですね。これで1対1になりました。ジャッキーいかにも締まったという感じであります。横田里美とジャッキー不覚を取りました。今ジャッキーと横田里美選手が盛んにジミー加山選手レフリーに抗議しておりますが、もちろんこれはもう後の祭りでありまして全く取り上げられそうにもありません。さあこれから1本1本60分3本勝負は最後の3本目に入るわけであります。ゴングが鳴りました。ラストコール3本目、今試合が開始されます。ナンシーとそして横田里美選手の最初は対戦であります。一本一本になりました。さあここは互いに相手をよく見ております。現在小野さんね、はい、全日本女子プロレスは A グループ B グループに分かれてましてね、はいはい、A グループのリーダーがジャッキーなんですけども、B グループはですね今横田里美とやっておりますナンシー組なんですね、はいはい、まあ、どちらかというとねナンシーは
性格がおっとりしてましてね。そうなんですね、ところが B グループのリーダーになってから本当にあの責任感が出てきたんでしょうか。試合ぶりが変わってきましたね。それで僕はねこうして実際に見るのね、1年ちょっとぶりなんですが、あ、そうです、あのナンシーのね、上半身がすごくたくましくなった、ははなんかそんな感じがしますね。そうですか。彼女ほら顔が綺麗だからなんとなくまだね、まだまだちょっとね優しい的なところがあったんですが、今もどうしてどうしてっていうやっぱりたくましさが出てきましたね。責任感とかそういうのがいろいろやっぱり練習しなきゃいかんちこともあるし、なるほど、そういう鍛えられてるんでしょうね、はい、佐藤内のレポーターね、はい、上半身のたくましさを今小野さん指摘してますけどもね、はい、どうなんですか。あの方は、6キロの鉄アレを2つね、こう持ちまして、はい、こうジャンプしながら上に上げる運動を毎日続けてるんですよね。あの方は男みたいな、はい、だからこういう風に盛り上がってきてるんですよね。男以上ですね。なるほどね。それから塩野さんね、はいはい、僕が見せてね、横田さんですかね、はい、横田美選手、あの人は足腰が強いっていう感じがしますね。強いですよ。とにかくブリッジっていうのがありますでしょ、あれをやらせたらもう現在全日本女子プロレスの中でもナンバーワンじゃないでしょうか。先ほどの池下選手もね、そう思ったんですがね、はい、横田選手ってのはねとっても足腰が強いっていう感じがしますね。まさにその通りですね。運動はね、はい、やっぱり足腰ですよね。本当に体は決して大きくありませんが、とにかく全体のバランスというんでしょうか、やはり横田選手は素晴らしいものを持ってますよね。そうですね、上体の発達と下半身の発達がですね、うまくマッチしている選手ってのはやはり強いですし、はい、やっぱり体格がねちょっとね、もしかしたら見劣りする分はね、やっぱりそういう練習で鍛えてるんでしょうね。そうですよね。その点この2人はほらもう体格は十二分だからね、そういうことですね。まだ振りなんかは改善の違う何ぼともあるわけですよね。ああ、ね、これからですよね。これからの選手なんですね。はい、これからの選手、足を攻撃しております。堀江美選手足を攻撃しております。2人はもう完全にこの堀あゆみ選手に標的を絞ったようであります。これからが堀あゆみ選手苦しいところですね。そうですね、正念場ですね。ジャッキーのストンピングを受けております。さあ堀あゆみ選手にも頑張ってもらいたいところ。ジャッキーのボストンクラブどうでしょうか。あっとボストンクラブに入った、ボストンクラブに入りました。今ナンシーが出てまいりました。今1対1ですとねちょっと分かれることができなかったかも分かりませんよ。そしてどうするか、弓矢がために行きました。弓矢がためであります。弓矢がため、さあ集中的に堀を攻めております。ジャッキーの横田どうでしょうか、持ちこたえることができるかどうか。60分3本勝負、1本1本から決勝の3本目に入りました。松戸市民体育館、今度は横田美選手が出てまいりました。あーっと万事であります。万事に行った、万事に行った。さあ万事がため、堀あゆみ選手ここはどうしても我慢しなくてはいけません。今度はエビがため、次々に攻められております。横田、そしてコブラツイスト、コブラツイスト、すごい技の連発であります。横田リミ選手、よく堀あゆみ選手こらえております。いやー我慢できるかどうか。佐藤内のレポーター、本当に堀選手と苦しいですね今、でも、はい、やっと立ってきました。本当ですね、よく我慢いたしました。さあ今度はナンシーであります。ナンシーの反撃、ナンシーが叩き打ちであります。よーし、この結果これは高いところ、ジャッキーにタッチ、この辺のタッチワークがうまいんですね。しかしジャッキーも依然とねっと攻められている。強烈なドロップキック決まりました。そしてジャッキーさんであります。さあ堀あゆみ選手が登場してまいりました。どうでしょうか、先ほどのお返しができるかどうかであります。フルコン入りましたね。同締めですね。さあ上からいった堀あゆみ選手、ジャッキー危なかった、ジャッキー危なかった。さあ今度はブレンバスターか、どういった、前に落としました、上からいった、しかしこのタイミングではちょっと無理でしょう。最後のフィニッシュに持っていくねタイミングが今一つですね。放り投げました。力はあります、力はあります。ナンシーと堀あゆみのコンビであります。さあ今度はジャッキーが苦しくなりました。息もつかせません。早い攻撃を両チーム展開しております。人間風車、さあ横田が入った、と危ないと見まして今レフリーをキックであります。
まあ、あのジャッキーの足もロープに変わってましたからね。そうでしたか、はい。さあ森あゆみが登場いたしました。どちらがどうなるか全く油断を許しません。3本目、目まぐるしいタッチワークであります。横田を捕まえた。これはあっと横田組選手よ、これは意外、これは意外、ハッといたしました。横田組選手今どうしたんですかね、全然逆の方向に飛びましたね。あれをほとめよく見てますね。面白い試合であります、見応えがあります。あっと、そうそう、体当たりが出ました。あれを食らうとね、横田もやはり苦しいですからね。そうでしょうね。しかも体でちょっとおでこがあります。横田組体当たり2発。さあ、これも体当たりが出ました。今度は担ぎ上げました。どうするんでしょうか。高いところから落としました。もう1回ですか。またあったったった、これがありますんでね。やったーない、パッケージホールド、一瞬です、一瞬であります。一瞬の回転エビまでですね。本当ですね、あっという間でした。あっという間に決まってしまいました。一瞬の回転エビがため決まりました。いや、しかしね、今あの本日のメインイベント、ノンタイトルシングルマッチ60分に一本勝を行います。赤コーナー、ザ・スリー・ W 世界シングルチャンピオン、150パンド、ジャッキー・佐藤。紫の縁取りも鮮やかであります。シャレたガウンで登場はジャッキー・佐藤です。青コーナー、ザ・ハワイアン・パシックチャンピオン、180パンド、シャベラロメロ。いかにもメキシコといった感じであります。シャベラロメロ選手が今紹介されました。しかし本当に女子プロレスの中継は大変でしてね、はい、今の前の試合でもマイクロフォンは ね潰れっ込んじゃう し、ね、指は挟まれるし腰は打つし、本当にもうこの後ね、私たちも体力つけないとダメですね。はい、最後まで放送できるかどうか、命がけの実況放送という感じであります。さあ試合が始まりました。ジャッキーとシャベラロメロ、30分一本勝負であります。相変わらずモンスターリッパーが早くも来てますね、はい。今日は当然シャベラロメロを応援することでしょう。ブラックペアはどうやらあの前の試合でね、まだあの控え室に入ったままですね、それだけが救いであります。それにしても佐藤さん、はい、前の試合あの私もカットしてたし、わけが分からなくなったんですけども、もう一度ねあの振り返ってみますと、はい、途中でですねベンガリーレフリーはゴングの要請をして、ゴングが鳴ったんじゃなかったんですか。ね、ゴングベンガリ自身はやらなかったみたいなんですよね、はい。で本部席にいたですねコミッショナーの方が指示があったんですけどね、はい。だからあの試合続行ということになったんだという感じなんですよ ね。一旦あの私はね、はい、あのゴングが鳴って、はい、一応これはあの募集試合と、こういうふうに見たんですけども、まだ試合をやって結局負けちゃったんですよね、クイーンが。そういうことですね、あの、はい、始まったどこで始まったかも分からなかったんですけどね、あの普通でしたら1人が負傷した場合は、まあ、場外にいてですね、はいはい、回復するまで1対2で変則ながら戦うか、はい、そうかもう1人でやめるというですね、はい、2つの1つなんですよね。女子プロレスの後援会長の宮尾さん、はい、どうですか今さっきの試合は。後半の試合はちょっとあのレフリーがもうちょっとうまくさばいてましたので、ね、でもルーシーのあの根性ね、あれだけ足を痛めててですね、最後までやらせろってやってましたので、ね、あの根性は変えますけど、レフリーがもうちょっとこう綺麗にさばいてほしかったですね。いやロマンチストのね、相馬先生としてはとてもあの目を開けて見るに耐えられない試合だったでしょう。今そうでございました、ね、すごく入り乱れましたね、何が何だか分かりませんでした。できたら一度あの何かシルクロードを回せるような綺麗な試合も見たいもんですね。私ロマンチストいたしました、ぜひ放送お願いたいと思います、はいはい、ねこの試合はですねきっとあのジャッキーね、それからシャベラロメロ、いい試合を見せてくれるものと思います。今日はあのガジローさんはジャッキーに花束を、そうですね、はい、やはり同性の四隅で、それとあの同じあの RBC でデコで出すんです。
今度4月21日発売ですか、はい、僕もだって4月21日なんですよ。あら、そうですか。ご自分のレコードの PR もぜひ、大阪の話なんですけども、はい、何は目をとっていうレコードです。そうですか、はい、よろしく。なるほどね、はいはい、そういえば、もしも旅立つなら4月21日、ジャッキーも自分でもとっても気に入ってるとね、今日はファンの前で言ってましたけども、国立音大出身の橋本美沙子さん、そうですね、やっぱりちょっとフォークっぽくなってるのかしら、前に比べると、はいはい、ジャッキーも歌いやすいって言ってたけれども、歌いやすいからやはり覚えやすいんですね。あ、何か自分でマイナーな歌だなんて言ってましたね。あんまりなんか張り切ってっていうんじゃないみたいですね。そういう意味で、はい、あ、僕はいつもマイナーのアナウンサーと言われるからそういう意味なのかなと思ってたんですけども、なるほど、うん、あんまり派手な振りもない、はいはい、ってことですね。そういえば自分の気持ちを、はい、感覚歌えると、そういう点で自分でも気に入ってると、はい、ジャッキーは言ってましたね。はい、さあ、ジャッキーとシャベラ・ロメロの対戦であります。モンスターリッパーにジャッキー佐藤はチャンピオンベルトを取られたわけなんですけども、モンスターリッパーが現れる前はですね、このシャベラ・ロメロがやはり世界中見回しましてね、ジャッキーにとって最大の強敵だろうと言われてたんですね。オーバーなジェスチャーはもういつもながらであります。これしかし騙されちゃいけませんから ね、痛いような顔してますけどもね、さっと反撃に移ります。もうシャベラ・ロメロ何回も日本に来ましたけども、佐藤さんどうですか、シャベラ・ロメロ。そうですね、やはりメキシカンらしくですね、流血ファイトも辞さないっていう、はい、どうですか、すごくタフでラフで、はい、でパワフルっていう感じのレスラーですね。やはり典型的なメキシカンスタイルなんですかね。そうですね、向こうの方でもまあその力のある方ですね。あれあれ、モンスターが言ってるね。はい、モンスターが引っ張っておりますが、こういうのはベンガリーレフリー厳しく注意をしたらどうでしょうか。ね、声だけじゃなくて、ああやっとやっと今注意を与えました。さあ、しかしモンスターとしてもジャッキーが試合をやっております。人ごとではないんでしょう。がっちりとジャッキーの腕が顔にかかっておりますけども、しかしああしてみますとジャッキーのなんとなく腕がね、やはり細く見えます。それだけ分厚い体をしているシャベラ・ロメロ選手であります。ジャッキー、ジャッキーという声援が本当に引きも切りません。後楽園ホール、サイドヘッドロックがっちりと入っております。今ナンシーが真剣な表情でリング上を見守っております。そうすればいつかナンシーもジャッキーに挑戦したいと、 3WA はもうトミーだけじゃなくてね、全日本女子プロレスの有力選手みんなの目標だっただけに、このチャンピオンベルトが海の向こうに行っちゃうというのは、まあ寂しい話です ね、残念ですね。はい、ビルド・レッドバーグ会長はどうしてもモンスターリッパーにジャッキーのチャンピオンベルトを取ってこいと厳命したそうでありますが、まさにその通りになりました。現在は向かってジャッキー佐藤であります。どうしたんですか。あ、チョーク攻撃ですね、チョーク攻撃です。あっと、またベンガリー1点。ジャッキーのボディシャーズは入っておりますが、どうやらシャベラ・ロメロ優勢のようであります。あっと、あれ、ちょっと待ってください。あーっと、どうか、ひどい、今コーナーマットを外しましたね。金具ですね。小峰選手が外しましたよ。小峰選手が外したんですが、ですからね、直接金属に顔をぶつけましたよ。これは驚きました。いやー、ブラックペアがいないんで、決定してたんですが、コーナーマットを外して、直接金属に顔をぶつけております。今度はしかし逆でした。なんとなく試合がまた荒れてまいりました。前の試合のレースが続いてきました。これが学園ホールであります。場外乱闘。また場外乱闘になりました。モンスターもいる。さあ、ジャッキーが場外アウト、鉄柱攻撃、鉄柱攻撃であります。鉄
底的にやっております。鉄柱攻撃大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。いやひどい話ですね。またも後楽園ホールは無法地帯と化しております。モンスターリッパーが何か言ってます。また出血ですか。あのロメロがね、あのねロメロはもうすぐにね、ああ顔面鮮血、顔面鮮血、放送席に来ました。ロスターベルの顔だね。宮尾さん、しかしもう参ったな。はすごいな。いやジャッキー大丈夫か、返り血が出ている、上から行った、カウントは2だ、カウントは2。宮尾さん、はい、ロメロというのは面白いタイプですね。自分の血を見てね、はい、ファイトを出すタイプですね。そうですね、スロースターターというんですか、自分で自分の血を見てねえ。出てますよ、宮尾さんの前のマイクロフォンも血だらけですよ。いやまたも血が滴り落ちますからね。ジャッキーもなんとなくあの血を見てね、ひるんだ感じであります。さあ、ここを鮮度とロメロが頑張っている、噛みついた。いやこれはもうロメロ驚きました。自分の血を見てさらにハッスルしている。さあ行った、ジャッキー行った、ネックブリーカーに持っていきました。ちょっと入ってないですね。はい、あの血でね、なんか滑ってる感じですね。さあ、またも1回いった。今度はジャッキーキック、ようやくロメロ動きが鈍くなってまいりました。さあ、抱え上げた。この試合は30分、1本勝負であります。もんどり打って、何かあのマットが壊れそう。橋本さん大丈夫？はい、橋本さん大丈夫、大丈夫ね。もう本当にね、まともに見てられませんよね。はい、ジャッキーの試合を思い出したの、ね。さあ行った、さあ行った、ジャッキーは今読みの字がため、これがギブアップ、これがギブアップか、どうやらギブアップ、ギブアップか、ギブアップでしょ、ギブアップ、ゴングの要請、ギブアップ。いやー、血の死闘にようやく終止符が打たれました。ジャッキーの足4の字がっちりと決まってギブアップ。しかし凄惨な試合でした、凄惨な試合でした。さすがジャッキー、見事に仕留めました。顔面を鮮血に染めて、ロメロジャッキーの前に敗れました。呆然としている後楽園ホールでありますが、大イエモント30分一本勝負を行います。アルコーナー 3WA 世界第2位ダイナミックジャガーズ所属ラグー50バンドジャッキーサンド。超満員のお客様を前に、しかもお母さんを前にいたしまして、どういった試合を見せてくれますか。デビル正美選手であります。相手はジャッキー佐藤。宮尾さん、どうですか、はい、この試合すごい、これは顔合わせですね。ね、デビル正美選手としましてもね、地元ですからぜひ勝ちたいと思いますけど、はい、ジャッキー佐藤が相手ですからね、どこまで戦いますかね。そうですよね、これは今日はいい試合になりそうですね。はい、現在はブラック軍団のナンバー3ですよね、デビル軍団の、はい、しかしまああの実力的にはですね、今やあのマミ・クマノ、それから池下ゆみにも決して引きを取らないとまで言われているデビル正美選手であります。ジャッキーとの対戦です。シングルでこういった形で対戦するのは本当に珍しいことじゃないでしょうか。そうです、佐藤さん、ね、本人の話では、はい、結構何度ももうやってるんですけどね、シングルで、はい、あ、そうですか、放送ではしますね。そうです、放送的にはね、初めて初めてですね、思いますよ。
まあ、いろんなリング戦なんかありましたからね、はい、もうそういうリング戦の常連ですからね、デビューの場合は、ね、しかし本当に高橋真澄という本名でね、女子プロレスの門を大切にこれほどまで大きく成長するとは思いませんでした、はい、体の大きさは抜群だったんですけども、実はあの松永社長にも話を聞いてみましたけども、あのスレスレだったそうですよね。そうですね、はい、あのその時に僕も取材したことがあるんですけども、まさかと思いました。あの体だけが大きくてね、これほどあの動きが重症になるなんてことを想像できませんでしたからね、こんなあの素晴らしいというか強い女性がね、若松にもいたのかと、本当にそういった表情で今日は中富さんもあの放送席でご覧になってますけどもね若松の出身なんですよ。そうですね、はい、じゃあもう長い間同じ町の下に住んでたんですね。そうなんですよ。あの今日のゲストの中富さんはどうですか、これジャッキーも応援したいでしょうし、う地元ということもあって、はい、デビル雅美選手も応援したいでしょうし、ちょっと複雑ですね。はい、はい、ご覧のように今日はミス若松の中富さんにも放送席に座っていただいております。今日のメインイベント第6試合30分一本勝負が開始されております。ジャッキーちょっとあの左の膝にね、サポーターをはめて、その上と下をテープにしてますね、はい、どうなんでしょうか。もともとジャッキーの足というのは関節というのはウィークポイントになってますけど、そうですね、爆弾ですからね、ジャッキーの場合今日ははっきりとテーピングして、しかもスポーターを巻いて登場しております。一方のデビルマサミはどこも悪いところはなさそうであります。あーといった、早くもクロスチョップが出ました。強烈なクロスチョップであります。イルマゴンドレスのクロスチョップに決して引きを取りません。あーとジャッキー後ろに回った。この剣がうまいところであります。バックを取りました。体勢をさっと入れ替えましたジャッキー。素晴らしい動きを披露しております。今日はもう1対1デビル雅美選手も地元ということもありますし、ブラックデビルが出てこなくてですね、一つリングの上で1対1綺麗な試合をやってもらいたいですね。そうですね、あのデビルのためにはそうしてほしいですね。はい、ただリングの最後にはね、雨降っておりますからね。そうなんですよ。ちょっとデビル雅美選手がこの直後、今日はですね、京都の皆さんが見てるのでやれないかもしれませんね。今日は、あの天の彼方がね、リング上でデビル雅美選手に渡されました、はい、それから会場にはですね、大きな花が応援会の人たちから送られてますしね、はい、そこで反則を、ね、強攻撃ができるかできないかね、はい、非常にプレッシャーもかかってると思うんですよね、はい、場内の、 あの試合の前にデビル雅美選手の横顔が紹介されてましたが、ちょっとあのその原稿を、ね、私あの高校席に持ってまいりました。デビル雅美選手は昭和37年の1月7日生まれですから、昭和37年といえばですね、しかもあのこの体育館ができた時であり、しかも若戸大橋は開通した年なんですね。この2年後に東京オリンピックが開かれたわけですよね。まあ、あの今日この放送の お手伝いをしていただいているテレビ西日本は確か昭和33年長嶋巨人に入団した年だったと思いますけども、ああそう、さすがに詳しいですね、はい、あデビル雅美選手のご紹介だったんですが、福岡県北九州市この若松の生まれであります。まあ、あのその自分は自分がプロレスラーになるとかそういったことはもちろん思ってはいなかったんでしょうけども、たまたまですね、ビューティーペア全盛の昭和53年この若松文化体育館で試合があったんです。それを見に来たんですね、はい、それからすっかりも女子プロレスの虜になりまして、53年のあれは2月ですか、初めてテレビを見て、どうしても入りたいということで53年の4月10日になりました。東京目黒の女子プロレスの新人寮に入っております。53年の8月の20日静岡県の駿府体育館でプロテストに合格いたしました。53年の8月21日には岡山武道館で早くもデビューをやっておりますが、その時は小峰博子選手、現在は引退しておりますが小峰博子選手に敗れております。54年の6月にあの天神雅美という名前に1位になったことがありました。そして昭和55年の4月4日後楽園ホールに、全日本チャンピオンの横田理美をに挑戦いたしました。この時はもう30分時間切れで、引き分けておりました。今年の8月にデビル雅美と、開演したわけであります。ざっと
デンドバサミ選手の横顔をご紹介いたしました。今日は堂々と故郷に錦を語ると申しました。全日本女子プロレスの本当に文字通りナンバーワンのジャッキー佐藤、シングルで戦いを挑んでいるわけであります。佐藤さん、はい、ここまであのデビルバサミ選手の戦いをどういうことになりますか。やはり先頭真っ向勝負でね、自分の体力を十分に生かしてきてね、はい、あのジャッキーに食らい負けしてませんね。あ、そうですか、まあ、あのデビルもあのコストジャッキーという意味ではですね、はい、ジャッキーを目指す一人ですからね、はい、あのいつもいつも仲間とか反則攻撃だけではね勝てませんからね、はい、仲間の戦い感は超便利であります。立水の余地もありません。まあ、あのデビル選手の場合はあのリングネームを変えるたびによくなってるんですね。そうですね、高橋正美時代は体がありながらですね、CG を取れないでいたんですね、はいはい、引退しましたけど、小見の方がテクニシャンというところがね、自宅戦があったんですけども、はい、翌年からすごく良くなったんですね。あ、そうですね。それから天神正美の時代に、大きく伸びて、今回またデビルを解明して、まあ、さらに飛躍しようということなんですよね。さあ、ロープロープと盛んにアピールしておりますジャッキー佐藤でありますが、この件はですね、デビル正美選手の攻撃にちょっとあのジャッキーを携わっている感じでね、押されてます、はい、まあ、ラフでもそれからストロングでも両方できるっていう、その幅の広い選手を見ますっていう感じですね。本当ですね。このデビル正美選手は歌がうまいことでも、ね、あのファンの間には知られておりまして、私も一度グアムで聞いたことがあるんですけども、佐藤昭一さん、はい、おそらくあの佐藤さんがお聞きだと思いますが、演歌なんです ね、 そうですね。しかもあの拳を、ね、実にうまく聞かせて、これはなかなかどうにいったあのプロに負けないような歌いっぷりでしたね。そうですね、はい、意外な才能があるんですね。1月に聞き込みの予定で、おそらく4月頃にはですね、デビル正美選手の歌がレコードになると、現在そういった予定だそうであります。また来年になりますと、ミミ・萩原選手も、またナンシー選手も、レコードを出す予定だそうであります。まあ、芸能活動に、そして本職のリング上に、今全日本女子プロレス選手たちはもう死君臨の活躍であります。この興行もちょっと前まで沖縄の方に行ってたわけでしょ、はい、ね、沖縄でも大変な人気だったようですね。九州に入ってまいりまして、長崎、そして若松、明日は博多であります。遠慮はいたしません。そして今度は胃袋を掴んでますね。クロー攻撃もやっております。うん、またやりました。ああ、咳込んでます。ちょっとね、呼吸ができなくなりました。ちょっとあの長期的に入ってるんだと思いますよ。ちょっと入ってるんでしょうね。ジャッキー咳込んでおります。ジャッキー苦しそうであります。迫力のあるデビル正美選手の攻撃、依然として優勢はデビル正美選手であります。ジャッキーちょっと劣勢、うん、ジャッキーも気合入ってます。サポート外しましたからね、はいはい、足の動きがサポーターでできなかったな、ね、なるほどね。今日は左の下にサポーターを褒めて登場いたしましたジャッキーでありますが、今自分であのサポーターを崩しましたね。はい、やはり十分に動けなかったんでしょう。ジャッキーは自らサポーターを外しております。しかし一方的にここまではデビル正美選手が絶対優勢であります。30分一本勝負、しかしまあプロレスには優勢勝ちというのはありません。波乗りに行っております。今度は後ろからボディースター、とにかく足の力があります。なんとか流れようというジャッキーです。あっという間に10分が経過いたしました。試合時間10分が経過いたしました。あーっと体当たりが出ました。デビルが大型ですからね、ジャッキーもやはり身長がなきゃ。次のクロスチョップは迫力満点であります。あーっと地獄ガタムでありますが、これはカウント2でした。今日実実ですね、ジャッキーもさすが攻められながらちゃんと相手の動きを見てますね。さあ胃袋を掴みに行きました。クロー攻撃であります。依然として優勢はデビル正美。
中富さん、ジャッキーどうですか、あの目の当たりにこうしてね、生でご覧になりまして。もうジャッキー佐藤ですか、見てましてですね、はい、今までもう強いってイメージしかなかったんですね、はい、でもこう目の当たり見ますと、もうなんかそうですね、デブリさん、そうですか、はい、もう何も考えてなさないんですよね、はい、もう戦うことにもう全てをかけて、そうそうね、とにかく何もかも全て忘れてね、この四角いジャングルの中でね、懸命に肉体と肉体をぶつけ合っております。格闘競技、あーっとまた行った、隙を伺って盛んに攻めておりますジャッキーであります。あの辺がジャッキーですね、同じ技が2度かからないっていうことですね、1回目はブレンバスターから前に落とす、はい、デビルによりますとね、さっきのあの技ありますね、はい、フロントバスターって最近言うらしいんですけども、はい、あの技、あのビクトリアが、かつて得意技にしたんですけどね、デビルが譲り受けたというふうに言ってましたね、はいはい、さらに磨きをかけていきたいなんてこと言ってましたね、そうですか、まあ、大きいだけに迫力があるんですよね、デビルなんかやると、はい、本当に体力はもう全然誰にも負けません。ですからあとはですね、どういったテクニックを身につけるかね。そうですね、あとはインサイドワークだろうと思うんですけどね、はい、駆け引きで、さあ今日はしかも、まあ、いつもですとタッグマッチなんですけども、1対1シングルマッチでジャッキーと対戦であります。さあジャッキーどうでしょうか、今対戦に行っておりますジャッキーであります。ようやく場内が沸いてまいりました。序盤戦はシーンとすんなり返って、ジャッキーとデビルマスの対戦を見ておりました。今、これがツイストがかかりますと、場内がワーンと湧いてまいりました。さあ、今度はジャッキーの攻撃であります。豪快なジャッキーのレッグブリーカー炸裂。もう一回ロープに行って、レッグブリーカーに行きました。ようやくジャッキーも大きい動きが出てきましたね。はい。そして、ブレンバスターだ。あーっと、ブレンバスターの体勢からバックブリーカーですか。あー危なかった、デビルマサミは危なかった、ようやくですが行った、今度はバックで取った、どうかドロップか、バックドロップ、バックドロップインカー、またカウンターが入る、あしかし足がロープになっておりました。ジャッキー怒りの悔しそうであります。リップインを決めたあたりから運動者の動きが大きくなってまいりました。今度はデビルマサミ場内に押しております。さすがに迫力がありますジャッキー佐藤の攻撃、背中を痛めたようであります。ちょっと心配そうにじーっと自分の娘の試合を見守っておりました。デビル正美選手のお母さんであります。負けん気いっぱいで今リングの上に登場いたしましたが、さすがにやはり背中のあたりが気になるんでしょうか。やはり効いてるんですよ。効いてるんですね。しかしこの剣はさすがにデビルマサミ、力比べではミヤオさん、はい、やはりデビルマサミの方が上のようですね。この場外でうまく見えましたね。はいはい、あーというデビル先生うまくですね。そうなんでしょうね。はい、高いところから落としました。ジャッキー今度はお返しを食っております。15分を経過いたしました。盛り上がってまいりました。デビルジャッキーの対戦であります。あるいはジャッキーに、あるいはデビルに、いろんな声援が飛び出しております。超満員の若松文化体育館。さあ今度はデビルの攻撃だ、どうするか。さあ2段ロープ、そして2段ロープから一気に行きました。頭でお腹に行きましたね。ダイビングヘッドバットですね。ダイビングヘッドバット、これは荒技。ジャッキー危ない、ジャッキー危ない、2発であります。思い切った技を出しました。ユークのいる技ですね、ヘッドバット。さあそしてロープ行った、今度は何で行くか。クロスショップですか。クロスショップですね、はい、クロスショップ。ジャッキーのタジタジであります。今度はトムさん、カウントが入った、危なかった。ジャッキーかろうじてかわしました。今度はコーナー待って、うまい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 、回転で見たため、ジャッキーが入っている。これは2、これは2。
せません。今度はジャッキーをっと壊した。どうするかな。デビルの体当たり、ジャッキーがすっ飛んだ。迫力あふれる好試合ではあります。デビルがいった。今度はジャッキーに真の隙を引いた。レッグビーター。ジャッキーキック、ジャッキーパンチ、パンチ。おっと今度はデビルが落とした。ロックロープから場外に落ちました。応じてかわしました。デビルではあります。今度はジャッキーが落ちました。かなりデビルがうまいですね。うまいですね。確かに寝を探してきたように、あのピッチになった時のかわし方がうまくなりましたね。デビルはジャッキー一番高いところからですからね。ここですとね、デビルが行きますと追いかけていきますね。はい、追わないところがやっぱりいますね。ペアでね、今日は勝負しようというところでしょうかね。なるほど、それともう一つですね、自分のペースを崩さずにね、今日はあくまでも自分の実力でジャッキーと正面からやろうということなんでしょうかね。あれ、ちょっと待ってください。足を痛めてますか。あ、今のレフリーのジミーの方も誰か呼んでますね。はい、あーとリングアナウンサーのテントになってしまいますけども、どうしたんでしょうか。ジャッキー足を痛めたんでしょうか。 3WA のクルーなんですけど、マスクショーですからね、これ。いやいや、どうしたんでしょうか。どうしたんでしょうか。脱臼ですか。膝が脱臼で試合不可能。なるほど。いやデビルの感じ、しかしこれは意外であります。ジャッキーが場外に転落したときに痛めていたあの左の膝を打ったんですね。